小峰由良さんっていう方の絵本なんですよ。できる限り原画に忠実であること。泣く井の細かさは業界でもよく知られているそうだ。この鉛筆の線みたいなのこんなに強く出ていいのかな。いや、そんなに強く出ない方がいいんですよね、本当は。さらに印刷所の担当者に直接直しの方向性を伝えていく。作家さん的にはいろんな違いのある緑を草を描いてるっていうのが結構大事にされていて、ちょっと今その差が少なくて、柔らかな物腰とは裏腹に言葉が厳しくなることもある。これがちょっと最悪なページで余計拾ってんのか、怖いっていう感じです。これはちょっと原画と見つめ合っていただきたいっていう感じです。はい。東京都内の自宅、本に囲まれた八条間を仕事場にしている。愛犬の名前はポンポンちゃん。珍しく泣く井が考え込んでいた。なんかちょっとすごい悩んでて、これずっと考えてるんですけど、あれから絵をいただいてから微妙にね、どうしたらいいかなって思って。光待つ場所へ。そのカバーにどのようにタイトルをレイアウトするか。自分を空っぽにして原稿が語りかけてくる声にじっと耳を澄ます。ひらめいた。不意にタイトルが2行になった。まあ、1行の方が絶対読みやすいんだけど、少しなんかストレートすぎるかなって感じが。2行の方がなんとなくこうゆっくりこう一歩一歩行く感じがするっていうか、光待つ場所へ、ストレートには行けない感じ。さらに逆光にまぶしくにじんだような感じを出すため、文字に微妙な隙間を作っていく。一つの文字が本にふさわしい表情へと生まれ変わっていく。1行から2行へ、隙間を取った文字に主人公が格闘する不確かで移ろいやすい世界を託してみた。どう思う？ポンちゃんはどう思う？仕上げたデザインを担当編集者に送り、反応を確かめる。あ、はい。はい。うん。うん。それは具体的に言うとどういうことなんですか？なんだか口調が尖り始めた。それは具体的に言うとどういうことなんですか？デザインを任された小説、うん、光待つ場所へ。電話の向こうに担当編集者がいた。タイトルの印象が薄いという意見と、堂々とっていう意味がなんかタイトルを聞ければいいのかみたいな、なんだろう、そのもう少しイメージがちょっともう少し聞きたいって感じですね。うんうん、が新参者みたいなことですよね。ゴシックでいくと、ゴシックで堂々とみたいな、ああいうのがあるじゃない、王道な。うーん、分かった。なんかでも微妙にまだ気持ちは合っているような気がしないけど、なんかイメージが違うらしいですよ。強い意志みたいなのを感じたいんですみたいな。難しいですね、そういうのって。それでも意外にあっさりと泣く井はデザインの変更に取り掛かる。二
2行だったタイトルを1行に戻し、文字のサイズも大きくした。すぐにそれを編集者に送り、意見を求める。同じ書体でもこういうことだとまた全然違うじゃないですか。さっきだと全然忘れていただいてみたいな話だったんですけど、うんうん、空気が変わったのは、うん、編集者の意外な一言だった。あ、それはすごいわかる。その単語はわかる、うん、まあだからガチでっていう単語はすごい今よくわかって、ガチでって言うんだったらいいかなっていう気はしたんだけど、それだったら3で詰めるけど。手掛けたデザインを作品とは呼ばない。自分は裏方だと泣くいは言う。編集者への対応はしなやかだった。うん、もう考え方が違ってたので、その自分のに固執してもしょうがないっていうか。ガチでって感じ。タイトルは大きく一行。金にしていた文字の色も黒に変えた。こだわったのは小説のテーマでもある光。本の角度によって鈍く輝くよう文字に特殊な加工を施した。ちょっとでもいい子に見せたいっていう、目立つ子にしたいっていうか、やっぱりなんか手間がかかってるというか、そういう感じがこう本屋さんに並ぶと出ちゃうと思うんですよね。なんかちょっと違うぞっていうのが。